ストップです。次回のサンデープッシュスポーツは、さあ引っ張った、どうだ、いいですね、レフトの前に落ちました、プロ初ヒットが生まれました。巨人期待の高卒ルーキー浅野翔吾、今年1月ジャイアンツ寮に入寮。それプレゼントの一番必須し、何ヒゲ剃りを持ってきました。シェーバーね、まだ18歳なんですけど、ヒゲが濃いのでお母さんにちょっといいのを買って持ってきました。ベテラン、ベテラン大先輩、18歳です。嘘つけ。18歳かどうか疑われている浅野を由伸が直撃。ドラ1コン、なんかだいぶ先輩たちに変えられて見えるんだけども、気になって思われて翔吾が多くて、たまにおっさんとかストップです。ちょっと待ってくれ、あれ今 OB の対談ですか。違いますよ、新人ドラフト1位と、はい、監督も務めた方です。松井高橋浅野っていう打順があったのかな。落ち着きすぎてて OB でしたけど、それ時空が歪んでますから完全に。いやまあでもどうですか、浅野選手ルーキーで、あのメジャーリーグにアルトゥーベって選手いるんです、はい、ちっちゃくて本当にパンチ力ある、ね、パワフルな小さな巨人って呼ばれてるんですよ向こうで。まさにだから巨人の小さな巨人だから、バイク川崎バイクみたいになってますけど、やめてください。 KCK 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 ヒーって感じじゃないんですよ。日曜夕方4時55分。